2024年元旦、とある地方の賃貸アパートで、正月早々、戦いの火蓋が切られようとしていた。おはよう。おはよう。2024年になったね。うん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。俺の名前はアキラ。俺には付き合って3年と7日の彼女がいる。普段はクールでかっこいい感じだけど、俺が好きだよと伝えると照れて私も出気と噛んじゃう。とっても可愛い彼女だ。出気かわよ。俺と彼女は会社の同期。新入社員研修で話してから俺はすっかり彼女に心を奪われてしまった。仲良くなりたくて積極的に声をかけ続けた結果、彼女も俺のことを好きになってくれて今に至る。こちらこそよろしくお願いします。私の名前は静香。私には付き合って1102日の彼氏がいる。普段は穏やかで誰とでもニコニコ話す人。でも実はちょっとだけ独占欲が強めで、私が他の男性と話していると嫉妬しちゃう可愛い彼氏だ。彼は同じ会社の同僚なんだけど、初対面の人と話すのが苦手な私に積極的に話しかけてくれた。飲み会で具合が悪くなった時もいち早く私のピンチに気づいてくれて、好きにならない理由がなかった。はぁ、寝起きからして可愛い。今年は辰年だっけ。静香さん年でいいんじゃないの。え、2024年最初にアキラさんの瞳に映ったのが私だなんて光栄だわ。今日はいい天気みたいだし、綺麗な初日の出が見られそうだね。結婚したいな。ええ、初詣に行く準備をしなきゃ。結婚すべきだわ。せっかくだし、静香さんの思い出に残るようなプロポーズをしたい。アキラさんがあっと驚くような逆プロポーズを決めてやるわ。静香さん、何か大きなお願い事でもするのかな。アキラさんこそ今年は何か重要なことがあるんですか。まあそんな感じかな。私もそんな感じです。神様、今日のプロポーズが無事に成功し、今年が結婚1年目の幸せな年になりますように。なんか燃えてね。おみくじも引きたいね。いいですね。すごく真剣にお願いしていたけど、今年は何かあるのかな。いろんな屋台が出てますね。まさか俺よりいい男と出会いたいとかじゃないよね。メディーカステラとか懐かしいな。後で屋台も見て回ろうか。あんなに真剣に何かをお願いする姿初めて見た。大きな目標があるのかな。でも私そんな話聞いてない。私には言えないことなの。静香さんからどうぞ。ありがとうございます。大吉だったらこの場でプロポーズしよう。大吉だったら今すぐプロポーズするわ。せーの。微妙すぎる。今はまだ重要な決断をするべきじゃありませんって。なんだよ、俺にプロポーズするなって言いたいのか。恋愛運は、運命の相手は近くにいないって何よ。アキラさんは私の運命の相手じゃないって言いたいの。はあ、静香さん、おみくじの結果を気にしすぎるのは良くないよ。おみくじなんて所詮くじなんだから、当たりもあれば外れもあるわけで、こんなので今年の運勢は決まらない。そうですよ、全ては気の持ちよう。おみくじの結果が冴えないから冴えない年になると思えば冴えない年になる。逆におみくじが何であれ最高の年になると思えば最高の年になりますよ。だね。はい。よかった、元気になったみたいだ。よかった、笑顔になった。さあおせちを食べよう。そうしましょう。私が取り分けますね。静香さん、このラインナップは。私からのメッセージです。わかりますか。ケイラン、佃煮、昆布、椎茸、羊羹。頭の文字を取って並べるとケ、ツ、コン、シ、ヨ、つまり結婚しようってメッセージになってるの。さあアキラさん、私からのプロポーズに気づいて。静香さんからのメッセージ、これは間違えるわけにはいかないな。このチョイスと並びには意味があるはず。卵焼き、イカナゴの佃煮、昆布巻き、椎茸、羊羹。この頭の文字を取って並べると。わかったよ、静香さんの言いたいことが。アキラさん、
料理を並べて思いを伝えようとするなんて、静香さんはおしゃれで素敵だな。そんなことないですよ。じゃあ食べたら早速しようか。はい。太鼓マスター。え、た、い、こ、し、よってメッセージだったよね。正月から太鼓ゲームがしたいなんて可愛いね。なんか違うメッセージになってた。太鼓しようって何よ。あれ、もしかして違った？結婚しようか。そんなに俺と結婚したかったの？俺もだよ。アキラさん、こうなるはずだったのに。違ったけど、今から結婚しようって意味だったとは言えない。こんなの全然スマートじゃないし。ううん、大正解です。せっかくだし、次はお正月らしいゲームをしようか。いいですね。それで、俺が静香さんに勝ったら聞いてほしいことがある。え、いつになく真剣な顔。もしかして初詣でお願いしてたことと関係が。わかりました。気になってたけど、いざ聞けると思うと少し怖い。私と別れたいとかショッキングな話だったらどうしよう。まだ心の準備ができてない。この勝負負けられない。ん？ふん、犬もふん、馬のふん。はあ、はあ、勝てない。かっこよく勝利を決めてプロポーズするはずだったのに。ふう、そろそろ休憩しましょう。お餅食べますか？いいね。そうだ、お餅の上にアキラさんが好きなあんでメッセージを書くのはどうかしら。きっとびっくりしてくれる。アキラさん、お待たせしました。あ、静香さん。大丈夫？ありがとうございます。で、あ、お餅。大丈夫、無事だよ。でもメッセージが無事じゃない。これじゃ気づいてもらえないよね。とほほ。ペロリ。あ、そうだ、静香さんにお年玉があるんだ。お年玉？うん、と見せかけて中に結婚してくださいっていうメッセージを書いた紙が入ってるんだよな。プロポーズのタイミングがつかめなかった時のために朝から仕込んでおいたものだ。今度こそ。メジュゴリア！羽根つきの時に書いた汗が染みて中のメッセージがにじんでしまったのか。達筆に見せたくてその辺にあった筆ペンでメッセージを書いたのがあだになった。あれ、そのお年玉袋真っ黒ですね。これはただの俺の汗拭き。静香さんへのお年玉は、そう、今度お店に行った時に何でも好きなものを買ってあげるね。アキラさん、なんて優しいの。ありがとうございます。じゃあ私もアキラさんの好きなものを買ってあげたいな。静香さん、なんて思いやり深くて可愛い人なんだ。はあ、結婚したい。ずっと一緒にいたい。なのにプロポーズが決まらない。今日が終わってしまうな。2024年の元旦にプロポーズを成功させたかったのに。今年の始まりからうまくいかないことばかり。アキラさん、大丈夫ですか？ちょっと悲しそうな顔をしてますよ。静香さんこそ何か気になることでもあるの？そうですね、実は私今日アキラさんに伝えたいことがあったんです。でもなかなか思うようにいかなくて。そうだったんだ。実は俺も静香さんに伝えたいことがあったんだ。でもカッコつけようとしたせいで全然うまく伝えられなかった。アキラさんも？ねえ、静香さんの伝えたいことって何？聞きたいな。アキラさんから言ってください。私は後でいいです。さっきはちょっと聞くのが怖いって思ってたけど、私のことを大事にしてくれるアキラさんの言葉なら何でも受け止めますから。いや、静香さんからでいいよ。いえいえ、アキラさんからで。俺は後でいい。私も後がいいです。これじゃ一向に話が進まないって。もうせーので一気に言いましょうか。それは聞き取れないんじゃ。まあ俺は静香さんの言葉なら絶対に聞き取る自信があるけど。私だってアキラさんの言葉なら絶対に聞き取れます。そこまで言うなら一気に言う。ええ、せーの。あなたを愛しています。俺と結婚してください。え、嘘。もしかして私たち。うん、同じことを考えてたみたいだ。何ですかそれ。
実はこうやってプロポーズしようと。私もこうやってプロポーズしようとしてまして。そうだったの。プロポーズは大成功。二人の戦いは幸せいっぱいで幕を閉じた。翌日、二人は婚姻届を書いた。そして次の大安の日に婚姻届を出しに行く予定である。息ぴったりの二人は間違いなく末永く愛し合う夫婦になるだろう。二人の勝負を温かく見守ってくれたあなたにも良いことがありますように。漫画エンジェル猫岡姉妹チャンネルもよろしくな。